はい、どうもまこです。今日は鳥取県鳥取市にやってきています。こちらに何でもバカ盛りということでね、バカ盛りが可能なお店、ラーメン屋さんということで、二郎系らしいんですよ。行ってみましょう。こちらです。じゃん、ラーメン小福。早速行ってみましょう。いろいろ選べるんですけども、今日の味噌ね、豚入り、おすすめカレーあるんですが、今日はノーマルのラーメン行きました。トッピング、これ無料トッピングが野菜、ニンニク、カツオ、油、そして辛めあるんですが、これマシマシマシの上にバカマシっていうのがあるんですよね。こちらも無料です。これかなり嬉しいサービスです。つけ麺は、まあ、替え玉もあるんですけれども、この特盛り、メガ盛り、テラ盛り、テラまであるんですね。この600g ね。すごい、ありがとうございます、はい、すごい画面に入らん。乗り切らないので器が用意されています。鰹節っていうのがかかってるからうまいですね。うん、もやしの量が半端ないです。うわ、これだけとってもまだもやし。私の硬さがね、柔らかさがね、最高にうまい。本当に。これ、随分食べましたけど、まだこんぐらいあります。すごい。ニンニクもたっぷり。まだ麺が全然覗いてこないからね。こんだけ予想ってもまだ麺がどっか、すごいな、これ笑っちゃうね。うわ、すごい。もやしだって結構食べて、もやしだけが食べ進んだけど、まだ動かすともやしだけでこの一杯あふれるぐらいあります。すごいね、これ。そしてすっごいこのカツオとこのスープのいい匂いがしています。あ、そろそろ麺が来るかな。まだもやし、すごい。やっと来た、やっと来た。おお、
やっと来ましたね。つるつる麺ですね。意外おいしい。伺ったらスープはダブルスープではなくて本当にとんかつと鶏のガラなんですけど、大量に鰹節が売ってるんで、すごいですね。そのそっちの風味も強いから美味しいですよ。これこの油をちょっと崩してね、まんべんなく混ぜていきましょう。でまだこんだけもやし分けても大量になります。よいしょ、麺ともやし、そしてニンニクが入った部分を、初の豚いきましょう。このスープがめちゃくちゃうまいですね。よくいっぱいまとめてます。これ醤油ダレも効くけど甘さもちゃんと感じるんですよね。うまい。もやしをすごい量だからね。すごい。これもほとんどまた新品頼んだぐらいの量ありますよ。ニンニク溜まってますけどね。ほんとこのもやしの食感が飽きないな。おいしい。こんぐらい食べてもまだ飲みたくなる。はい、ということでいただきました、松福さんの、ラーメン。これのですね、バカマシですね。ここはまあ、二郎系の盛り付けもできるということで、でもね、これ実際入ってみると、カレー風味だったり、いろんなね、味付けのラーメン、バラエティ豊かに揃ってらっしゃいます。そしてね、店内かなり広いですね。うん。で、若いお客さんも結構ね、見えたり、噂でもね、こう、ちょっと先日、娘と行ってきたんだなんていうね、ちょっと情報も得てきたんですけども、実際そんな感じのカジュアルにも楽しめる、そして二郎系の盛り付けも楽しめるというお店でした。味の方なんですけども、今日はまずね、普
通二郎系でも、まあ、二郎ラーメン二郎でも最高は全マシマシじゃないですか。ここはマシマシの上にバカマシってものがあるんですね。これねすごいですね。しかもまあニンニクで辛めとか油の他にカツオ節のねトッピングもあるんですよ。でこれもバカマシで、本当にいやもやしのタワーもすごいし、その上にカツオ節かかってて、スープ飲んだ時に一回ねこれダブルスープですかってお店の人に聞いちゃうぐらいですね。もう豚と豚骨とね鶏ガラの他に魚介だしもこれ入ってるでしょっていうぐらいの味がもうこのカツオ節からもスープ流れ込んで非常に美味しいです。そして麺はいわゆるゴワゴワする麺じゃなくて、こっちはツルツルですね、ツルツルした太麺。これがまたねこうすっきりした二郎系なんだけど、油もマシマシなんだけど、わりかしすっきりした後味のスープとよく合いますね。うん。で本当に驚くのは麺のボリュームもそうなんですけど、野菜もやしのボリュームもすごいですね。一回別の器に襲ってだいぶ食べて、でももう一回もやし戻したら新しく一杯頼んだぐらいのボリュームありますからね。これは本当にがっつり今日行きたいなという方はこのバカマシぜひ食べてみてください。そしてこのラーメンの他にもいろんなバリエーションありましたし、盛り付けの種類とかね、いろんなトッピング類、サイドメニューもすごく気が利いてるなというお店でしたので、ぜひぜひ皆さんでお越しになっていろんな楽しみ方を見つけてみてはどうでしょうか。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。じゃあではまた。